皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、 TSC オカルトラジオ、トモです。木村です。ケスケです。本日は、はい、エグコアです。はい、はい、はい、また木村さんがねホストで、はい、怪談ケーズバーっていう、うん、チャンネルですね。ですね、はい、はい、伊藤さんにいろいろお話をしてもらいました。はい、いや、この企画楽しいですね。いろんな話聞けて、ね、うん、いいっすよね、うん、なんか自分たちのチャンネルでは、うん、ね、出てこないようなお話なんで、今回はね、怪談ケーズバー、本来2人でやってるそうなんですけど、うん、伊藤さんと相馬さんっていう方2人なんですけど、はい、今回は伊藤さんのみということで、うんうん、はい、はい、やっぱけ結構ねいい話やっぱ持ってんすよね、うん、やっぱりこういうやっぱ怖い話系のチャンネルの方って、うん、まあ一つや二つやっぱね持ってんすよね、うん、なんかすごい滑らない話みたいに言うじゃないですか。まあちょっとね、そういう実際にあった事件に関わるお話がまああるんですけど、まあ全部そうなんですけど、うんうん、中でも本当に有名な事件のお話が1話、うん、2話目がね、うん、そうなんで、うん、まあまあまあそういうの嫌だなっていう方はね、多分シークバーで分かれてると思うんで、1話目2話目3話目、はいはいはい、2話目がそれなんで、うん、まあ、飛ばしてもらえればっていう、うんうん、はい、ですね。一応注意喚起はね、はい、しとこうかな、はい、まあまあエグコアに関してはそういうのが苦手な方はもう聞かない方がいいと思う、ね、全体的にね、うん、ちゃうんで、やっぱえぐい怖い話っていうのは、うん、でしかも自分のチャンネルじゃできないほどっていうことを歌ってるので、うん、まあ普段はできんよねみたいなね、うん、話は全然出てくるので、うん、はい、はい、ということで早速聞いてもらいましょうか。聞いてもらいましょうかね、はい、3話続けて、はい、それではどうぞ。はい、今日は怪談ケーズバーの伊藤さんに来ていただいております。ケーズバーとのねつながりなんですけれども、私がたまにこうツイキャス、 YouTube の他にもね、ツイキャスっていうライブ配信のプラットフォームがありまして、そこでこうね、なんかごまをいったり、ラー油を作ったりっていうね、ラーメン屋での様子をツイキャスで放送したりしてるんですけど、その時に来てもらって、ほんでコメントしてもらってっていうのが実はつながりがあってですね、それでちょっとなんかこういう企画、えぐい怖い話の企画、なんか怖い話ありませんかって言ったら、ありますって言ってもらったんでね、ちょっと今日はケーズバーの伊藤さんに来てもらいました。どうぞ。はじめまして、怪談ケーズバーの伊藤です。よろしくお願いします。お願いします。すみません、ありがとうございます。いや、こちらこそです。ありがとうございます。いえいえいえ、まさかまさかでした。いや、心よくなんかちょっと いい話がありますみたいな返事をいただいて、ちょっとね楽しみに。いや、もちろんです。楽しみに。なくてもあるって言っちゃいますよね。はい、実際声かけてちょっと我々、はい、ちょっとまだ怖い話がえぐい怖い話ないんで、ちょっと探しますみたいな、そういうチャンネル実際ありましたけどね。あ、そうなんですか。声かけたところで。正直僕いただいた時がですね、うん、出せない話が多すぎてどこまで落とせばいいかなっていうレベルでしたね。一応ちょっと話のタイトル、はい、もらってる話のタイトル、ちょっと順番はちょっとどういう順番で話してもらえるか分かんないですけど、はい、なんかそのタイトルだけ見ると、福城市の末路とか、はい、とあるナンパスポットとか、なんか客引き の本当の裏側みたいな、ちょっとなんていうんですかね、なんか裏社会的な、なんかそういう匂いをちょっと感じるんですけど、そういうなんか半グレの方ですか。それは違います。結構勘違いされちゃうんですけど、まあ幸か不幸か周りにそういう人たちが
多かったんですね。あー、なるほど。まあ、こう言ったら失礼かもしれないんですけど、はいはい、あの豊橋も結構スラム街的なとこあるじゃないですか、イメージとして。いや、うーん、あの、あのね、あの格闘家の方とかいろいろいるんですけど、いや、いたって、まあ、平和な街ですよ、田舎ですけど、まあ、平和な街ですよ。まあ、イメージとしてなんですけど、まあ、一部そういう場所があるのかもしれないですけど。そうなんですよね、伊藤さんはそういうところで育ったみたいな感じってことですか。そうですね、僕の地元が窓ガラス割れてるのが当たり前のような街だったので。ああ、なるほど。まあ、周りにそういう仲間、悪いことするような人たちもいたみたいなことってことですね。そうですね。そんな中僕だけ一人勤勉に生きてきたんですけど。もう、ああ、なるほど。そういう社会とつながりがあるというわけじゃなくて、本当にこう知り合いにそういう方がいるっていうことですね。そうですね。一定の距離は保ってて、話だけ入ってくるようなスタンスですね。ああ、いいですね。よかったっす。なんかそういう怖い方じゃなくて。まあ、さすがにそっち系だとこういうインターネットとかで何か喋ったり発信ってできないじゃないですか。ね、そうですよね。はい。よかった、よかったです、よかったです。いや、むしろ関わりたくないぐらいですからね。本当、触らぬ神になんとやらですよ。ね、本当そうですよね。はい、よかったです。なんかそう、タイトルだけだとなんかちょっとね、裏社会の方かなと思っちゃったんですけど。いえいえいえ。ま、早速ちょっと一つ話してもらおうかなという、あ、すいませんね、いつもケズバーのチャンネルなんですけど、はい、伊藤さん、今出てもらってる伊藤さんとあと相馬さんっていう二人でね、やってるんですけど、まあ、今回は伊藤さんに出てもらってちょっと話をしてもらうっていう感じですね。そうですね。うん、いつも相馬さんちなみにどんな方ですか。うん、あ、相馬はですね、お調子者でして、うんうん、まあオカルトは好きなんですけど、うん、僕がチャンネル立ち上げるときに声かけたきっかけが、うん、自称幽霊見える男の子なんですよ。おー、霊感が。で、うんうんうん、はい。で、僕がチャンネルを立ち上げたきっかけっていうのが、うんうん、僕は幽霊を見たいんですね。うんうん、でも見れないんですよ、うん。なのでオカルトに深く関わっていけば見れるんじゃないかなと思って立ち上げたんですけど、うんうん、その時に可愛がってる後輩の相馬が幽霊見えるって自称してるんで、はいはい、じゃあこいつのこと誘ってやったら面白いんじゃないかなって感じで始めてみました。うーん、結構じゃあ相馬さんもなんかそういう怖い話ありそうですね。作り話だと思うんですけどね。あ、作り話。結構お調子者なんで。じゃあまた、じゃあ機会があればね、また相馬さんにもみたいなこともあるかもしれないですね。ぜひぜひ、お願いします。うん、まあ、今日は伊藤さんの話をちょっとね、聞かせてもらおうかなと思いますんで、ちょっとじゃあ、お話をいただいていいですか？はい。人にこういう怪談とか、体験談を話すのって初めてなんで、うんうん、まあ、素人話で恐縮ではあるんですが、いえいえいえ、まず一つ目にお話しさせてもらうのが福城市の末路っていう話なんですね。はい。これ僕の友人の話なんですけど、エンデリっていう業者ご存知ですか？ちょっとわかんないですね。デリはなんかデリヘルのデリかなと思うんですけど。そうなんですけど、これが何かっていうと、性風俗営業の許可を取らないで、あたかも個人の援助交際のように出会い系でやり取りをして、客がつけばホテルに女の子を送って、そういうプレイをさせて、お金のやり取りもさせるっていう、まあ仕事っていうかしのぎがあるんですね。あ、なるほど。はい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 。大体、プレイ料金の半分がその業者の取り分なんですけど、普通の性風俗店って相場が60分2万円ぐらいなんですよ。うん。ただそのエンデリ業者っていうのが、まあ、当時の料金相場が何がとは言えないんですけど、一発5万から50万ぐらいなんですよ。はぁ。まあ、男性ならわかると思うんですけど、うん、早い人だと30分ぐらいで終わっちゃいますよね。うんうんうん、めちゃくちゃ高いんですよ。うん、これのからくりが、
まあ、法律上ではそういうお店で働ける女の子って18歳、まあ、ジャンルによっては20歳から上なんですけど、その業者の抱えてる女の子は通称見て子とかめて子っていう、まあ、いわゆる未成年の17歳以下がメインなんですよ。もちろん完全違法なんですけど、うんうんうん、ただその付加価値っていう表現が正しいかわかんないんですが、まあ、一定数の人に絶大な人気があるんですね。で、常連さんの中にはその有名事務所の弁護士さんとか、大手病院の院長先生とか、中には政治家の方もいたみたいです。ただ当然そのお客さんたちはリスクヘッジのために、まあ、ステアドだったり他人のアカウントで予約してくるんですよ。ただ悪いことする人って良くも悪くも頭が回るじゃないですか。その予約をいただいた段階で事前に下調べして、女の子が到着する頃にはだいたい本名から勤務先、下手したら家族構成ぐらいまではほとんど把握してるみたいなんですよ。これなんでかっていうと、まあ、それをネタにしてもうリピートしないなっていう判断したら、未成年といいことしたんだろうって言ってつつもたせをするんですね。まあ相手も立場のある人ですから、僕の聞いた最高額だと500万円ぐらい取られた人もいたみたいですよ。まあ、これだけでも一コマとしては成り立つと思うんですけど、そんな中で一件だけ不可解な出来事があったんで、まあ、今回はその話をさせていただきます。ある年配の常連さんだったんですが、プレイ中に副上司しちゃったんですよ。で、その副上司っていうのは、まあ、簡単に説明すると、その性行為の最中に亡くなってしまうことなんですね。で、業者の友人は、まあ、面倒ごとに巻き込まれるのは嫌だったみたいで、その女の子にはとりあえず警察と救急車呼んでって伝えた後、携帯を捨てて町から逃げたんですよ。もちろんその女の子も見捨てて逃げたんです。そういう業者っていうのは、まあ、通称飛ばしの携帯ってあるじゃないですか。あの身元の判明しない特殊な携帯。他人名義だったりとか、そういうのを使ってるんですね。なんで、危ない組織の方とか、まあ、何かしらトラブルがあると、その携帯を壊して捨てて、街をコロコロ変えるっていうのが、まあ常識だったみたいなんですよ。で、もちろんその、いわゆるケツ持ちっていうのもいたみたいなんですけど、そういう組織の方って、実際にめんどくさいトラブルがあると、なんやかんや言い訳つけて関わってこないんですよ。だからまあ自分の身は自分で守るじゃないですけど、まあ簡単に言うとトカゲの尻尾切りで自分らだけ逃げちゃうよって感じなんですね。で、ただこっからが不思議で、その業者携帯番号、まあもちろんコロコロ変えるじゃないですか。でも何回変えてもその例の亡くなったお客さんの番号から着信が来たみたいなんですよ。まあなんでかなって考えてたみたいなんですけど、まあ最初は遺族の方から履歴から遡って電話してきてるかなぐらいにしか考えてなかったみたいなんですけど、あんまりしつこいんで折り返しの電話したみたいなんですね。そしたら、おかけになった電話番号は現在使われていませんのアナウンスが流れるだけなんですよ。で、今回この話いただいて、先週まあ電話ではあるんですけど、僕その友人に確認してみたんですね。今でもまだその着信続いてるみたいですね。なるほどね。っていうお話なんですけども、はあ、なんか未成年のそういう、なんか、体の売買みたいな、そうですね、なんか有名な事件あるじゃないですか。渋谷なんかね、東京のあれですよね。なんかそれにすごいなんか近い話というか、なんかそう、あれもなんかそういう未成年の、あの女の子をみたいな話でしたよね。そうですね、触れちゃいけないやつですよね、天使の。そうです、触れちゃいけないやつ、はい、それとは直接関係ない話。あ、それとは全く別物ですね。正直その件の事件に関しては絶対触れちゃいけないことなんで。うんうんうん。はあ、そういうのまだ あるんですね。なんかそれでもうなんか亡くなったのかと思ってたら、
あるんですね。ありますね。むしろ今パパ活とか流行ってるじゃないですか。はい。だから逆手を取ってじゃないですけど、逆に増えてるみたいですよ。いやー、まあ、あの私たちはね、あの愛知県の豊橋市っていうあの田舎の町であの活動してるんですけど、伊藤さん東京っすよね。そうですね、現住所は東京です ね。あー、やっぱ東京は怖いとこですわ。東京怖いですよね。あるんですね、そういうのが。なんか不思議な、ないはずの電話番号からいつまでも電話がかかってくるっていう。そうなんですよね。実際に僕も見せてもらったことあるんで、でその携帯使って折り返ししたこともあるんですけど、はいはい、本当に使われてませんのアナウンスしか流れてこなくて、はあ、まあ、本来だったらここで、まあ、この写真がこちらですドンってやりたかったんですけど、あ、はいはいはい、さすがにちょっと番号も載っちゃうんで、そうですね、はい、へえ、なんかイメージとして携帯電話の番号ってなんか解約するとまたなんか別の人に番号がこう与えられる印象があるんですけど、なんか2年ぐらいのスパンは空くって聞いたことありますね。ああ、そうなんですね。はい。すぐにこう移動するわけじゃなくて、そういうあの人間が生まれ変わるみたいにちょっとそうですね、あれですね、時間がかかるってことですね、携帯電話の新しい持ち主になるまでに。そう、携帯も転生が必要みたいなんで。みたいな。はい。それぐらい間が、インターバルがあるんですね。らしいですね。はあ。謎の電話。なんなんですか、なんか家族にバレたくないみたいな、なんかそういう、なんか言ってくれてもいいんですけどね。そうなんですよね。ただ、これ僕の憶測なんですけど、はい。結果的に途中でその友人逃げちゃってるんで事の顛末分かってないんですね。まあ、そうかそうか、はいはいはい。これもし女の子がそのお客さんを殺してたらって考えると怖いなって一人で思ってたんですよ。なるほど。なんかわざとじゃないにしろってことですか。何か、まあ、まあ、恋か事故かはみたいな、 あれですけど。なるほど。伊藤さん、私たちのチャンネル、はい、怖い話を考察するっていう、チャンネルなんですよ。存じ上げております。あんまりここで。そうですよね。今やっちゃいましたね。考察しちゃうと、後がちょっと詰まってるんで。それはちょっとね、ふわっと。そうですね。なんか、ケイスケが言いそうな今、考察を伊藤さんがしてたんで。いや。ケイスケさんはもっと奇抜な発想で来てくれる。ここでちょっと挟みたいことがあるんですけど。あ、はい、どうぞ。僕らチャンネル立ち上げたときに、はい。このケイズバーの名前の由来がですね、ねえ。僕とその相方の相馬っていう人間の名前のイニシャルが二人とも K なんですね。うんうんうん。なので、簡単に階段ケイズバーって作ったんですけど、はいはいはい。もちろん、オカルトラジオさん、昔から、初期の方から聞かせてもらってて。まあ、チャンネル立ち上げて、そう、1ヶ月ぐらいで気づいたんですね。12月の毎日アップの時に、あれ？やめましたね。3年ぐらい前かな。3年か4年ぐらい前ですね。ええ、我々の、そうそう、12月に毎日アップしてた時に、一つの企画として、仮想の、バー、ケイスケがやってるっていう、ケイズバーっていうとこに、おからじの、10年後、15年後、メンバーが集まって、そこで、怖い話を語るみたいな、そういうなんか、企画の会を一回やったんですけど、その時のね、はい、ケイズバー、で、今回出てもらった伊藤さんのチャンネル名も、ケイズバーっていうことで、
まあ、とんでもないタブーを犯してしまいましたよね。いえいえいえ、もう全然、全然使ってもらって結構なんですよ、全然。いや、ただね、前から、はい、おからじょうの聞いてくれてるっていう伊藤さんだったら、はい、気づかんかったかねと思いますけど。いや、ほんと、あの時の自分に説教したいですね。いや、全然いいです、全然いいです。全然いいですよ。もう、これで何ていうんですか、オフィシャルから太鼓判もらってるんで、堂々とやってください。公認ということで。そうそう、公認、公認で。もう全然大丈夫です。ありがとうございます。冒頭に、この話しようねって言ってたんですけど、私がすっかり飛んでまして、すいません。伊藤さんに、とんでもないです。いい感じで飛んでまして、ありがとうございます。いえいえ。本当は、直接、圭介さんにお詫び申し上げたかったんですが、うん、お伝えいただければ。言っときます。すいませんね。いや本当ちょっと考察までしてもらってね、今回いえいえ、僕の個人的な感想なんで、考察はオカルトラジオさんの方でしていただければ、うんうん、ちょっとやらせてもらいますね。はい、わかりました。んで、じゃ あ次の話してもらってもいいですか。わかりました。それでは次の話なんですけども、はい、まあ、とあるナンパスポットっていうタイトルにしときます。これは実際にあった事件で、当時テレビや新聞でも大きく話題になったものなので、まあ、特定回避のために少しフェイクを入れて話しさせてもらうんですが、あ、はいはいはい、まあ、僕の実体験なんですけども、田舎出身なんですけど、若い頃ってやることがなくて、娯楽って結構限られてくるんですよ。まあ、その中で人気っていうか流行っていたのが、まあナンパなんですね。もちろん路上で声をかけてみたいなストリートタイプのナンパもしてましたが、とある海の近くの駐車場にあるナンパスポットが抜群に人気だったんですよ。これやり方としては、誘われた女の子が車を停車して待機してるんですね。で、その状態を外周っていうんですかね、外回りを誘いたい男たちが車でゆっくりぐるぐる回るんですよ。で、男側の視点で話をしますが、ぐるぐる回ってる中で、まあ、気に入った子、可愛いなと思った子がいたら、車を止めて窓を開けて声をかけるんですよ。で、どこどこ行くんだけど、おごるから一緒に行かないみたいな、まあ、最初からストレートに声かけれるんですね。これなんでかっていうと、まあ、女の子もナンパされるために来てるんで、遠回しな表現とかいらないんですよ。まあ、もちろん断られることもあるんですけど、女の子側から OK が出れば、そのまま遊びに行くっていうか、まあ、お持ち帰ったり、お持ち帰られたりとか、まあ、いろいろあったんですね。で、まあ、不思議なもので、ほとんど毎日のように女の子っているんですよ。まあ、僕も数年間ですけど、週2、3回の頻度で顔を出して遊んでたんです。で、そんなある日ですね、本当に思い出したくないんですけど、まあ悲惨な事件が起きたんですね。当日僕は現場にいなかったんですけど、まあそのナンパに失敗した腹いせか、ただの悪意だったのかわかんないんですけど、まあとある組織って言ったらわかってくれると思うんですけど、まあその男たちが女の子に、まあ、性的暴行をしたんですね。しかもそのナンパスポットの場所で、女の子を車のボンネットの上に乗せながら。なので、まあ、女の子も相当心が傷ついたんでしょうね。その後すぐに自害しちゃったんですよ。で、現場に、まあ、20人ぐらいいたみたいなんですけど、まあ、半分はもちろん逃げて、で、半分はその場にいたみたいなんですよ。まあ、悲しい話なんですけど、多分人って本物の狂気を目の当たりにすると動けなくなるみたいなんですよね。普通そんなに人数いたらみんなで力を合わせれば助けれるんじゃないかって思うじゃないですか。もちろん当時マスコミも同じような質問をしたみたいなんですよ。ただみんな口を揃えて何も考えれなかったって言ってたみたいですね。まあそれでそんな事件が起きたもんですから、まあ、そこのナンパスポットは毎日パトカーが巡回するようになったんですよ。まあ当たり前ですよね。まあただ喉元すぎれば、
っていうわけじゃないんですけど、結局は当時他人事だったんでしょうね。そんなことがあった後でも、まあ、関係なくナンパは続いてたんですよ。女の子も来ますし、男も来ますし。ただ、まあ、一個変わったことといえば、そのパトカーの巡回が来たら解散して、まあ、何時間か経ったら、また集まってっていうことぐらいでしたね。まあ、僕も恥ずかしい話なんですけど、まあ、頻度は減ったんですが、その場所でナンパ続けてたんですよ。でもおかしかったんですね。明らかにその成功率が下がってったんですよ。これ変だなって思ってたんですけど、まああんなことがあったし、女の子の警戒心も上がってんのかなぐらいにしか思ってなかったんですね。そんな中、いつだったかな。まあ今日は絶対遊びに連れてくぞみたいな意気込みを抱えて挑んだ日があったんですよ。で、最初に話した通り、男側の車ってぐるぐる回って女の子に声かけるんですね。だから粘ってると、まあ、2周目3周目って言った具合に同じ女の子に声をかけてしまうこともあるんです。まあ、その日ちょっと絶対お持ち帰りたいと思ってた僕は、まあ、頑張って声かけてたんですけど、間違って同じ女の子に3回目の声かけちゃったんですよ。したら女の子が、お前さって冷やかしで来てるなら帰ってくんないって、さっきから横に女乗せて声かけてとか、舐めてんのって。ていうかさっきの女どこ行ったのって。返したのって。だったらお前も帰れよみたいなこと言ってきたんですよ。いや、もちろん女連れで僕ナンパなんてしませんし、その日は一人だったんですね。で、そんなこんなで気持ちも慣れちゃったんで、僕帰ったんですけど、冷静になって考えてみると、まあ、例の事件の後ナンパの成功率が下がったこととか、さっきの女の子に横に女が乗ってたって言われたこととか、まあ関連性があるのかはわかりませんけど、もしかしたらそういうことなのかなって思っちゃったんですね。まあ当時からオカルトとか心霊が大好きだったんですけど、僕さすがにそのこと考えると不謹慎すぎだなって反省して、その日以降はさすがにナンパスポットに行かなくなりましたね。あとですね、これが一番理不尽なんですけど、その事件で逮捕された人って実は実行犯じゃないんですよ。まあ、DNA 検出ごまかすためか何かわかんないんですけど、その女の子に暴行終わった後に、周りに残ってた関係ない男たちにも、女の子に乱暴するように強要したみたいなんですね。まあ、いくらそういう人に強要されたからって、普通はできないですよね。正直ちょっと吐き気がするぐらいなんで。で、最終結論としては、その組織の下っ端の3人が身代わりとして出頭して逮捕されたんですよ。まあ、映画とかドラマの中でそういうのってよく聞くじゃないですか。あれって本当にあることなんですよ。なるほどね。これは、結構、えぐめの話ですね。こちらからもっと求めといて、あれですけど。これでもだいぶオブラートに包んで落としてみたんですよね。調べれば、もう出てきちゃうぐらいの、はい、結構、そういう、事件の話。そうですね。ということですよね。これはちょっと放送上は伏せてほしいんですけど。はいはいはい。で、検索すると、うん。出てきますね。はあ。これあれですね。地元の名前とか言っちゃうと、ちょっとバレそうなんで、ちょっとあんまりやめときますね、聞くのは。そうですね、地元。まあでも、田舎でこういう感じのナンパって結構あるんで。ありましたよ。私たちのその町でもありました。あ、名古屋もありました。ありました。ちょっと、豊橋ですね。愛知県でもちょっと文化がちょっと違うんで、わかんないですけど、その豊橋のあれどこだって、映画館とかショッピングセンターとか入ってる大きな駐車場があって、そこにこう、はい、女の子が車止めてて、その周りを回るって、さっき伊藤さんが言ってた、そういうナンパスポットありましたね。やっぱどこでもあるんですよね。あるんですね、そういうのが。まあ全国的にそういうのが流行ってたのかもしんないですね。まあ、それこそもうどうですか、25年前とかそれぐらいの話ですけどね。
ああ、同じぐらいです。大体そのぐらいです。ね、そうですよね。うんうんうん。だから、あの当時は流行ってたんですよね、それがね。いやー、ちょっと嫌な、後味も悪いし。これはちょっと僕も正直、思い出したくない事件なので。これは、まあ、人怖もあり、その、助手席に乗ってた女性は果たしてみたいな霊的なところもありそうだし、そうなんですよね。ちょっとこれを紐解いていただければなって思います。うーん、ありがとうございます。いえいえ、はあ、まあまあ本当あれですね、結構あのちょ年齢、伊藤さんの年齢とかあんま聞いたことなかったですけど、多分同世代ぐらいですね。そうですね、木村さんより若干下ぐらいです ね僕は。ああ、そうですよね。なんか落ち着いた感じもありますし、あ、いえいえ、同世代かなと思って、うーん、ちょっと親近感がありがとうございますはい、じゃあちょっと冒頭にタイトル3つ言ってなんで、あのなんわざわざちょっとあのおかわりとかの言わずにちょっとあのねなんか3話用意してくれてるってことだったんで、ちょっと遠慮せずにもう1話ちょっと聞きたいなと思ってるんですけど。あ、ありがとうございます。いいですか。はい、あのおかわり上手ですねっていうセリフ用意してたんですけどもうね、初めに冒頭にちょっとね3つあの言っちゃったので、タイトルをちょっと聞かせてほしいなと思いまして。これはじゃあ、まあ、タイトルは客引きの本当の裏側っていうお話なんですけど、まあ人コアでも霊コアでもないのかなとは思うんですが、まあ、この話は後輩の話なんですけど、まあ、とある田舎から上京してきて、まあ、彼はせっかくなんで繁華街に遊びに行ったんですよ。で、と田舎から東京に来ることをおのぼりさんって言うんですけど、そういう人ならわかると思うんですけど、結構都会って物珍しさから上を見ながらキョロキョロ歩くんですね。で、客引きからしたらまさにカモがネギ背負ってる状態の歩き方らしいんですよ。で、当然のように声かけてきますよね。で、勧誘をされて、彼は、まあ、ちょうど遊びたいと思ってたんです、もうテンプレートの答えをしたらしいんですよ。まあしめしめと思われたんでしょうね。1時間後にはですね、所持金の約30万円がすっからかんになっちゃったみたいで、まあぼったくりの客引きだったんですね。で、普通だったらまあ警察に相談したり泣き寝入りしたりするんでしょうけど、その後輩がまあいわゆる血気盛んなやつだったんで、その客引きを街中走り回って探したんですよ。で、それを聞いた時僕はまあお金返してもらうように頼んだか、まあ喧嘩でもしたのかなぐらいで思ってたんですね。ただ何を思ったか、彼はまあぼったくられたのは俺が悪い、ただ俺もそっち側に付きたいから雇ってくれって言ったんですよ。で、その客引きも慣れてたみたいで、まあ別にいいけどお前どこまでできる覚悟あんのみたいな質問をしてきたんですね。で、後輩はまあ刑務所には入りたくない、そのぐらい、その前手前ぐらいだったらって答えたらしいんですよ。そんで当時相談されたんですけど、まあさすがに客引きって違法行為なんで、僕はやめなさいって引き止めたんですけど、まあ言うこと聞くようなやつじゃなかったんで、まあそんなこんなで悪質な客引きになった後輩なんですけど、結局お金に釣られて、まあどん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 やることが大きくなっていって、去年2年前からも詐欺で逮捕されたんですね。まあ当然の報いなんで、僕も面会に行った時に、まあ自分のやってきたことちゃんと反省して、出てきたら連絡でもしてきなさいとだけ伝えてますね。で、こっからが本題なんですけど、まあその彼が逮捕されるまでに、そのぼったくりの仕組みについて聞いたんですよ。まず、繁華街って言われるところは、まあ規模も大なり小なりはあるんですけど、ぼったくりって確実にあるんですね。で、手口は様々なんで、まあそれ話しちゃうと、それだけで1時間以上かかっちゃうんで、ちょっと今回は割愛させてもらうんですけど、まあ基本的な流れとしては、
通行人に声をかけて、興味を持った人がいたら甘い条件を出して悪質な店に誘導するっていうのが主流らしいです。まあ当然店側もグルなんで、お客さんが出るときに取ったお会計がいくらだったのかとか、どのぐらい怒ってたとか、その客引きに連絡を入れるんですよ。さらに警察に通報したり、客引きを探しに行きそうな素振りがあったら、まあその情報も客引きはお客さんから受けて、まあ場所をずらして逃げるんですね。ただここまでって勘のいい人だったり、まあ今インターネットの時代なんで検索すれば出てくるんで知ってる人も多いと思うんですけど、その後が僕もびっくりしたんですけど、まずぼったくりの店から出てきたところに、もう何食わぬ顔して知らない第三者が声かけてくるんですよ。これを通称チェックマンって言うらしいんですけど、まあ話し方はケースバイケースで変えるみたいなんですけど、大体お客さんに同情したふりして慰めるんですね。で、その会話の中で警察に相談しても民事不介入だから無駄とか、この店は被害が多くてあなたの金額はまだ少なくていい方でしたよとか、うまいこと言ってその被害者の気持ちの高ぶりを抑えるんですよ。で、これを通称ガス抜きっていうみたいなんですけど、まあそんな話の流れで、まあせっかくなんでみたいなこと言って本当の有料店、ちゃんとしたお店に格安で紹介したりもするみたいですね。で、不思議なことにお客さん的にも、まあ、最後に楽しい遊びもできたし、ぼったくられたことは勉強代だぐらいに思って諦めるとかいう人が大半らしいんですよ。で、そのチェックマンもお客さんが帰るときにはお出迎えしてちゃんとお礼を伝えて帰宅させるんですよ。実はこの話、今までの流れに出てくる登場人物や店全部グルなんですよ。これ何が目的かっていうと、どこかしらでお客さんの電話番号を聞くんですね。で、最後にお見送りしたチェックマンとかは、まあ、今度からこの街に来たら連絡くださいとか、他の人は使っちゃダメですよとか言って、まあ、女の子とか営業目的で聞き出しやすいですよね。その紹介した有料店と思われたところも、働いてる女の子も大体グルなんですよ。で、その電話番号を聞き出して、情報を街ぐるみで共有するんですよ。もちろん全員が全員じゃないんですけど。で、そのやり方として、なんか数時間開かなかったら勝手にログが消えちゃうグループチャットができるアプリがあるみたいなんですね。で、それを使ってるみたいで、そのグルチャの中で被害者の特徴や電話番号、どこの店にいつ来たとか、そういう情報を共有して、客引きたちの動きが変わってくるんですよ。で、最悪なのが、有料店だって思ってクレジットカードを切った場合、まあ、例えばお会計が4000円とかで済んだ場合でも、暗証番号とか共有されてるんですね。で、なんで、最初にも触れましたけど、ぼったくりって繁華街一軒だけじゃないんで、次間違った他のぼったくりの店に入っちゃったら、一度被害に遭った方の情報はほぼ筒抜けですから、まあ、勝手にカードを切られて、ってなこともあるらしいんですよ。昔映画のトゥルーマンショーってあったじゃないですか。一度ぼったくりの被害に遭ったり、客引きを使ったことがある人って、その街にもう一度来た時って、あんな状態になるんですよ。もしかしたら、今日信号待ちで横にいた知らない人も、その関係者かもしれないですよ。というお話でした。いやー、ガチの裏側の話ですね、それ。これはガチの話ですね。人コアというか、もう都市伝説に近い、話だなと思ってたんですけど、これは本当ですね。すごいっすね。僕はこれ自分のチャンネルでも公表してるんですけど、うん、女の子の店遊びに行ったりするのも大好きなんで、うんうん、まあ、もちろん若い時にそういう被害に遭ったこともあるんですよ、うん、その裏側を聞いちゃったらうわって思っちゃいましたよね。ちょっともう怖くて近寄れないっすよね。まあみんながみんなじゃないですけどね。そういう街があるみたいな感じっすよね。っていうことですね。まあただ一つだけ言えることは、客引きって違法行為なんで、うんうん、それを使ったら加担してるのも一緒ですよっていうことになっちゃうんですよね。なるほど、注意喚起ですねこれは。
まあそうなっちゃうんですかね。ついていかない。まあもしそれについていった場合は自己責任ですよっていう。いや、なっちゃいますね。勉強になりますね。いえいえ。ただ最初僕この話聞いたとき、うわ、マジかって思いましたね。本当。あんま、私自身もあんまりそういうお店利用したことないんすよね。ああ、そうなんですね。でも、そのぼったくりとかもないですし、はい。もちろん、なんかキャバクラみたいな。まあ、もともと私、お酒が飲めないんで、ああ、そうですよね。あんまりそういうとこって行ったことないんで、もう本当なんていうんですかね、未知の世界みたいな感じなんですけど、はい、結構お酒好きな人だとね、そういうのってあのぼったくられたみたいな、特に本当さっき言ったおのぼりさんというか田舎の人が都会に行ってぼったくられたみたいな話はちょいちょいやっぱ知り合いでもいますからね。ですよね。いやー怖いな、都市伝説だなこれは。でも実際にあるんですよね。えぐいっすわ。そのあれっすよね、さっき昨日まあ最後の話、後輩から聞いたとおっしゃってましたけど、はい、自分が伊藤さんが客引きしてたとかそういうことじゃないんですよね。あ、僕はしてないですね。さすがにそんな度胸っていうか、友達が知り合いがってことですね。そうですね。その当時可愛がってはいたんですけど。なんかチラチラね、ちょっとなんかこう本当なんかアウトローの匂いが伊藤さんからしてくるもんですから、いやいや、あの自分の体験なんじゃないかなみたいな。体験談は2回目の話だけですね。一応僕の体験談で話ちょっと今回したいなとも思ったんですけど、うん、ちょっとパンチが弱すぎてですね。おうほうほう。まあ、例えば中学校を中退してそこから一人暮らししてるとか、うんうんうん、そういう組織の人に歯向かって山に埋められそうになったりとか、ちょっと弱い話しかなくて。あ、全然弱くねえっす。全然弱くねえっす。あ、結構パンチありますね。なるほど、それもちょっと聞いてみたい話ですけど、ちょっとまあ今回ね3つもいたれてしまって、いえいえ、ちょっとまた機会があったらその辺の話もまた聞けたらいいな、なんとはね。いや、ぜひぜひお願いします。なんか3つなんかこうちょっと打ち合わせの時になんかこう一応話3つあるんですけど、本当はみたいな話してたじゃないですか。そうですね、本当は4つ目幻の4つ目があったんですよ。うんうんうん、ただですね、実際にあった事件でキンキンのものだったので、うん、関係者の方に、うん、YouTube とは言ってないんですけど、うんうん、例の事件なんですけど、昔のセクシービデオぐらい濃いモザイクかけるんで、ちょっとネット上にアップしてもいいですかって聞いたんですね。うん、そしたらですね、その方から、いやーって、お前のことさらうの嫌だからさ、言われちゃったんですね。ガチガチのやばい話じゃないですか、それは。そうですね。伊藤さんの周辺の方々結構濃いですね。いや、話で出してるだけで大半は、うん、真っ当な方なんですよ、周りの人は。うん、ただやっぱ印象に残っちゃうんですよね。ああ、なるほど。まあでもおかげで反面教師じゃないですけど、まあ、自分はこうなっちゃダメだと思えるんで、ちょっとね、なかなか。じゃあそのキンキンに起きたなんか事件のみたいなのって、まあもちろん自分のチャンネルでもちょっとできないと思うんですけど、そうですね、ちょっとまたいつかちょっと折を見てですね、なんかこう世間的にお友達的にもこうなんか今ならいいよみたいな、風化したらなんかそういう感じがね出たら、またちょっと話聞かせてもらいたいなっていう感じがあります。ぜひぜひいつか話せればいいなとは思ってますね。本当本当。
ちょっとまあ最後にちょっとこの怪談ケーズバーの YouTube チャンネルの宣伝というかこんな感じになってますよみたいなしてもらってちょっとまあお別れしようかなと思うんですけど、あ、いいんですか？どうですかね、このチャンネルの特徴みたいな、なんかこういうのやってますよっていうのを教えてください。あ、ありがとうございます。一応ですね、怪談ケーズバーっていう屋号でインターネット上に存在する架空のバーっていう設定で、僕伊藤と相馬の二人組で、まあ、オカルト、心霊、その裏社会だったりとか都市伝説に関して、まあ、これについて面白おかしくじゃないですけど、ちょっと入り口の敷居を下げて楽しく情報を知れるようなチャンネルと情報を知れるようなチャンネルにできたらいいなと思ってやってます。やっぱあれですよね、我々みたいに音声だけっていう感じですよね。そうですね。まあ本当にオカルトラジオさんのパック、あ、オマージュさせてもらってるんで。いや、そんな別に我々が始めたわけでもない、なんでもないですし。いやいや、でもフォーマットはたくさんそういうのありますから、結構これちょっと他のチャンネルの方の名前を出せないんですけど、はい、同じ時期ぐらいに立ち上げた人とかも交流したりしてるんですね。で、オカルトラジオさんは第一世代って僕ら呼んでるんで。で、僕ら自称第三世代なんですよ。お笑いみたいな人じゃん。ちょっと僭越ながらそう呼ばせてもらってますね。第一世代。あ、で、ケーズバーは第三世代なんですか？一応自称第三世代って言わせてもらってます。なるほど。おもろいですね、それ。いやいやいや、これおもろいな。いや、全然でも言うても本当我々なんて本当もう 2匹目の土壌、3匹目の土壌ぐらいのつもりでやってるんで、全然なんか我々はなんかこう引っ張っていくみたいな認識は、我々は第一人者ですみたいな顔では全然やってないんで、もうそういうなんか第一世代とかそういうの言われても全然ピンとこないというか、まあ、ちょっとやめてくださいみたいな感じはありますけどね、当人からすると。そういう姿勢を崩さないからこそトップを走れてるんだと思います。いやいや、なんかそろそろやめましょう。なんかちょっと。まあでも、ちょっと生意気かもしれないんですけども、その椅子を狙いに行けるように頑張りたいと思いますんで。本当ね、こういうラジオ形式のちょっとこういうオカルト系みたいなつながりがやっぱあって、聞いてる方もね、きっと興味あると思うんで、一応気になった方はぜひ詳細欄にリンク貼っときますんで、ぜひ行ってみてください。ありがとうございます。もしよかったらでいいんで、見てってください。ねえ、ちょっとまたね、その例のやばい事件の話とかも他にもちょっとまた出てもらうこともあるかもしれないんですけども。そうですか。その時また声かけますね。ありがたいお話です。今日は3話もしていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またお待ちしております。いえいえ、あ、最後にいいですか？あ、どうぞ。ケースケさんにそのケースバーの屋号をいただいたことの感謝の気持ちと、神様、あ、間違った、トモさんにもぜひよろしくお伝えください。あ、わかりました。伝えときます。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、聞いていただきました。はい。いい声だよね。いい声ですね。なんかね、そのちょこちょこ木村さんが言ってましたけど、ちょっとね、やっぱ聞いててアウトローの匂いはしましたよね。しますよね。ちょっと悪そうなんですよね。本には違うっていうことなんですけど、それを信じてね。そうですね、まあでも悪い人悪いですって言わないですからね。あ、自分のことをね。そう、やっぱ悪いやつなのかな。一番怖いところはそこだったっていう。
そう、なんかね、伊藤さんがその中でケーズバーっていう名前についてちょっと言ってたじゃないですか。あ、そう、うん、そう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 、あの僕たちの企画で、うん、僕の企画でケーズバーっていう、うん、俺が開いたバーがあって、うん、そこにみんなが来て怖い話するみたいな企画をやったことあったんですけど、うん、俺ら、うん、ケーズバーを自分たちのもんだと思ってないんで全然自由に使ってください。そんな、そうですよね、パクられたとも思わないですよ、思わないよねそう、そうなんですよ、はい、もうそれはね公認ということで、そう公認です、はい、これからもケーズバーを胸張って、はい、ケーズバーをね回転してもらって、はい、うん、活躍をね楽しみにしてます、うん、まあむしろ豊橋にケーズバーありますからねそうなんだ、はい、実店舗ありますからね、はい、まあまあ全然ね使ってもらって、うん、はい、うん、まあ、それだけはね先に言っとこうかなと思って、うんうんうん、はい、ということで、はい、お話をいただいたんですけども1話目は、うん、ちょっとね、なんだろうな、どんな話なんだろう、まあこれ話の中で、うん、亡くなったお客さんから電話が番号変えてもかかってくると、うんうん、だからかけ直したら、うん、現在使われておりませんって言われるみたいなところあったじゃないですか、うん、で、話の最後にもしあの女の子が殺してたら怖いなみたいな考察もちょっとあったんですけど、うん、はい、だとしたら電話かけてくるのってその人なのかなって思うんですよ、うん、真実を伝えたいんじゃないの。あー、なるほど、うん、女の子に無理やり殺されたんだよみたいな、うん、でこれ実際女の子は出頭してるんですかね、本当に出頭しろ、雲隠れ、うん、じゃないですか。だから俺思ったんですよ、その女の子とそのお客さんの間で、うん、そのお客さんは自分は若い女の子にその最中に殺されたいと、うん、だからあそういう癖ってこと、うん、お、はい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 、だからお金を積むから殺してくれと、うん、その最中、うんうんうん、もう自分は長くないからみたいなのがあって、うんうんうん、お金ももらってて逃げてるみたいなことだったのかなってちょっと思ったんですよ、うん、なるほどね、うん、あるかもしれんね。そうで、そうなった時に、なんで電話かけてくるのって、うん、うん、そうだね、いうところがあるんですけど、うん、それは合意の上でやってるから、うん、お前飛んでんじゃねえぞと、うん、責任持ってあの子も逃がしてやりなさいみたいな、うん、そのケツを拭くじゃないですけど、うんうん、みたいなことでその人に電話してたのかなみたいな、ほうとはちょっと考えましたね。まあ、でもそのそういう関係性、お金を払ってみたいな関係性だったら、うん、一応自分の願いは成就してるわけじゃないですか。なんかそのなんか訴える必要あるのかなと思うけどね。そうそう、だからなんか無理やりつけると、うんうん、そのなんていうんですか、アテンドしたその人が飛んだから、うんうん、お前飛ぶんじゃないっていう、うんうんうん、ちゃんと最後まで責任持ってやれみたいなことだったら、うんうん、なんか欠けてくる必要性はあるのかなっていう、うん、うん、あの女の子に殺されたんですよをそれを訴えるのはなんかだったら女の子に行くんじゃないかなって思うんですよ、うん、まあ、確かにね、うん、確かにね、電話が直接ね、うん、そうかっていうのはちょっと思いましたね。うん、うん、ちなみにね、ちょっとお話ずれますけど、はい、副上司について調べたんですけど、はいはい、副上司ってまあ、最中の休止ってなかなかないんですって。そうなんだ。うん、嘘のような本当の話ですが、うん、副上司が最も多い季節は春だそうです。うん、ただ実際は性行為中の休止ではなく、うん、行為から数時間を経た、就寝中に死亡される方が多いようです。はい、なんでそのまあ就寝中に寝ちゃうかっていうと、うん、あのね、一応全体の 30% を占めてるのは飲酒後に性交渉をしたので、うん、30% の方がそういう時間寝とるとき、うん、性行為を終えて就寝中に死亡されることが多いらしくて、
あと、脳動脈瘤とか、うん、心肥大とか、うん、そういう潜在的疾患に気づかず、うん、性行為に至って、うん、で死ぬ方も多いと、うんうんうん、だからそのなんていうんですかね、結局は合併っていうか、うん、その、うん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 、性行為が原因っていうわけじゃなくっていう人が多いみたいですね。副上司って言っても、うんうん、その行為の最中にいきなり死ぬみたいなのはほぼほぼないらしいです。でもなんかこれはその女の子が電話かけてくるじゃないですか、テンパって、うん、それは最中に死んだってことじゃなくて、終わった後もしかしたらね、2人で、うん、寝てるっていうか、まあチークタイムというか、わかんないけど、その時に亡くなったのかもしれないですよね。なんかそういう、女の子が来てくれてサービスをするみたいなの俺やったことないんですよ、うんうんうん、だからわかんないんですけど、終わってからその寝て何時間後死ぬまで一緒にいるのかなっていう、うん、いないわ、うんうん、本当だね、うんうん、ちなみにですね、まあ、ちょっと付随してテクノブレイクって聞いたことあります、あるじゃないですか。まあまあまあ、その G を、うん、オナニーをしすぎて死ぬみたいな、はいはい、のも、うん、まあ、ぶっちゃけ結構あのネット造語で、うん、そうね、はい、うん、実際にはそんなことは結構ないらしいですね。うん、そういう風になるっていうのは、まあ結構ネタ的に使われてるワードだよね。うん、でもまあいつしかそういう死に方があるみたいな。ああ、そうなんだ、うん、あ、それは全然信じてなかったな。本当ネタだと思ってたな。うん、まことしやかに。俺はなんかね、うん、そのこの副上司が普通に性行為をしてってよりかは、うん、あのニュースとかでも何年か前にあったっすけど、うん、その薬を飲んで、うんうんうん、でその副作用みたいなので亡くなっちゃったみたいなことだと思ってるんですよ、はいはいはい、あ、なるほどね、うん、そうだからなんかその良くない薬を使ったみたいなことなのかなと、うんうんうん、だからそれを使ってやりたいからみたいなのでお金を積んだみたいな、はい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 、そういうことか、うん、あの芸能人でもありましたね、ありましたね、うん、はい、あれの噂話じゃないですけど、うん、まあ、こういうことらしいよっていう話も僕聞いてますんで、ほう、ちょっとまあ詳しくまたそういうのやってほしいですっていう機会があったら、うんうん、なんとかの真相らしいやつらしい、ね、あ、なるほどね、うんうん、それで話してもらって、はい、うんうん、ちなみにね、あの女性の副上司というものは耳にした覚えがありませんっていうこの回答では、確かに、はい、で血圧の上昇に原因があると、うんうんうん、うん、オーガズムに達した時に男性は平均 80程度上昇するらしいですよ、血圧が、でもそれに対して女性は 40程度の上昇にとどまるんですって、うんうんうん、でも呼吸や心拍数については男女それほどの差がありませんと、うん、だからこうした急激な血圧の上昇で、うん、心不全とか、うんうん、大動脈瘤破裂とか、はいはいはい、そういう原因はあるかもっていう、うんうんうん、確かに女性はあんま聞かない、うん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 、まあなんかそのさらっとさ、その さっきのケースが言ったさ、うん、電話がかかってくる、うんうんうん、もういない人はずの人から電話がかかってくる、うんうんうん、っていうそのまあ心霊的な怖さみたいなのもあるんだけど、うんうん、そういうさ、まあ、デートクラブみたいなさ、うん、そういう、まあ、裏のそういうサービスというか、うんうん、まあ、その辺の事情をよく知ってらっしゃる伊藤さんの怖さ、うんうん、やっぱ怖い人ですよね何としてもそっちに持ってきたいですよねいやそうだね、そのそれをなんで知れてるんだ、まあ、友達がそういうことしてたからっていう、まあそうだね、ことなんですよね、まあ、実際そのなんかさ情報をさ、うんうん、もうなんていうの、あらかじめもうそういう顧客の情報を入手してて、うん、それをこうゆすりに使うとか、うん、本当にありそうだもんね、ありそう、マジでありそうですからね、うん、まあ、実際ねその有名ななんとかっていう渋谷でねなんかあったよみたいな事件とかもさ、うんうん、実際あった事件だけどあんま表に出てないみたいな、うん、あるじゃないですか、うん、そういう事件も、
うん、でもそれがなんかやっぱ今でもそういうのってあるんだなっていうのもね、うん、そうなんかねちょっと都市伝説じゃないですけど、うんうん、噂程度の話なのかなっていう、そういう裏での性行為の商売というか、そういうな秘密クラブみたいなのが、うんうんうん、今でも本当に残ってるんだっていうところもやっぱ怖いところでしたね。思った、うん、そういうのなくならないんですかね、うんちょっとこの、まあ、事件というか、うん、ちょっと調べてる時に、弁護士 .com っていうサイトがあるんですけど、うんうん、要はまあネット上で知恵袋、弁護士の知恵袋みたいな感じで質問できて弁護士から回答が来るみたいなところがあって、うんうん、回答は登録しないと見れないんで、うん、ちょっと質問だけ、うん、一応これ回答来てる2人の弁護士から、うんうん、質問があるんですけど、はい、相手が心筋梗塞や脳出血で入院していて、うん、たまたま一時的に外出、うん、外泊した時に性交をしたとします、うん、その最中あるいはその後に相手が亡くなった場合、うん、殺人や傷害致死などに問われますか、うん、相手が病気で入院してるのも知っている同意のもと脅迫などなしノーマルな性交をした場合です、うんうん、ちなみにそのような場合に罪になった判例などはありますか、うん、っていう質問がほうあるので、なるほどね、これはね2013年の質問なんですよ、うん、まあまあそれ事件がいつ起きたかわかんないですけど、うんうんうん、まさかその本人そういうところでね質問してるかもしれないですよね。なるほどね、うん、ちょっと答え気になります ねそれでなるね。なんかねタッチして答えを見るってやると、うん、なんか登録するみたいな有料会員登録する、まあ、それはそうでしょうね。でも面白いね、そういうサイトもあるんだ。うーん、はあ、おーって思いましたよこの質問は、うんうんうん、なんかつながってるのかもしれないよ ね, ね、うん、はい、うん、じゃあ次の話、次の話、はい、ナンパスポットの話ですよね、はいはい、これはすごい、どうですかこの我々の、はい、うん、地元、はい、THC こと豊橋、はい、そういうナンパスポットって行ったことあります？僕らの時代もなかったんですよ。あ、俺らの時代はありましたよ、まあ、3年しかケースケとは離れてないですけど、うんうんうん、多分ギリありましたよ。ああ、そうなんだ。木村さんも多分言ってた映画館の、はいはいはい、うんうんうん、それを噂で聞いてて、うん、俺らもう行ってみようぜって言って行っても別に誰もいないし、うん、あ、うん、もうダメみたいな。そこに女の子もいなかったしもう多分そのあれだよね、そのネットのなんかそういうナンパとかに変わってったのかな。確かに俺らが多分高校生の時とかだと、うん、モバゲーとかミクシーの方が、そっかそっか、で直接メールが来てとか、はいはいはい、メール送ったりとかでやり取りしてるみたいな、うんうん、そうアナログ的な方法はなくなったのかもしれないね。友でギリだったと。そう、俺らの時はそのゲーセンがね、うんうん、あるじゃないですか、うん、プリクラ撮ってたりとか女の子いっぱいいたんで、はいはいはい、そういうところでしたよやっぱり、ね、うん、広小路でもそういうのあった。木村さん世代広小路かなと俺は思いました。そうそう、広小路もあったんですよ、ね、そうそう、夜の広小路で車がダーって止まっててみたいな、ね、うんうんうん、そういう時代あったね。すごい話を聞いて、伊藤さんの話を聞いて、うん、うわ懐かしいと思って、うん、そういう時代あったわみたいなさ、うん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 、まあ私は一回も行ったことないですけどね。全然信じないですけどね全然信じないですけど懐かしいと思ってるじゃないですか一回も言ったことないです。話に聞くぐらいで、うん、まあまあまあこのね事件はね本当調べると悲惨な話ですよね。でもなんかその、まあ、俺らの場合は噂程度ですけど、うん、そういう場所で絡まれたこととかがあるらしいよみたいな、うん、先輩がそれで絡まれて喧嘩売られたとか、うんうん、みたいな話は聞いたことあったんで、やっぱその当時はそういう、まあ、表に出てないような、うん、そういう事件みたいなの他のところでもいろいろ起きてたんじゃないかなとはちょっと思いましたけどね。うん、ただねこの事件、まあ、伊藤さん P 入れてくださいって言って P 音になってると思うんですけど、うん、まあ、こう検索してみたんですよ僕が、うんうん、あのね心霊の話しかなかったっすね。その事件があって、うん、そこでは幽霊が出るそうですみたいな記事がいっぱいありましたね。事件があって、っていうか、うん、そういう幽霊が出るそうです、うんうんうん、そういう幽霊がそういう凄惨な事件もあったので幽霊が出るそうですみたいな、うん、その子の、うん、っていう記事だったりなんか
なんかの書き込みだったりとかは、はい、結構あったんですけど、あったけど、そのね事件のしんなんか報道してる記事みたいなのは見つけれなかったっていうか、まあ多分、なるほどね、うん、まあでも実際にあった事件なんでしょうけど、うん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 、そう、これ本当怖いなって思ったのが、本当みんな見てるだけなんだっていう、うんうんうん、なんか通報をする人だったり、まあ多分、うん、そういう怖い人たちだから、うん、自分が関わったらやられかねないからっていうのは分かるんですけど、うん、でもその場に踏みとどまって見てるだけの人はいるわけじゃないですか、うんうんうん、通報はできたでしょってなんか思うんですよ。まあそうだよね。それをやっぱそういう場になるとできないというか、まあ、僕もそういう現場に居合わせたこともないし、うんうん、僕も怖くなって多分逃げちゃったりするのかもしれないですけど、うん、そこにいてただ見てるだけの人が何人もいて、うん、その人らは通報してなかったっていう、うん、なんていうか、その場の自分たちの保身恐怖心で、うん、なんか一人の犠牲者がずっとなんか晒し者にされてるじゃないですけど、うんうんうん、みたいな状況になっちゃうってのが、でそれが例えば幽霊じゃないから、うん、手を加えてる人たちが、うん、自分たちの身にも起こりうることだなっていう、うん、そうね、うん、こういう事件とはなんか無関係だと思ってるけど、うん、なんか隣り合わせなのかなって考えさせられたなってちょっと思いましたね。うん、それが、まあ、自分がやられる側じゃなくて見てる側かもしれないし、うんうんうん、まあしかも現代で言ったら SNS もそうですよね。言ったら、うん、なんて言うんですか、こんな事件があったんだふーんって言って終わるとか、うん、リプでこれはひどいねとか、ツイッターとかで、うん、こういう事件があってっていうのを、まあ、バズったとするじゃないですか。でリプで、まあ、ひどいねっていうのもう見てる人と変わらないというか、そこで何かするわけじゃないし、まあいいね押して終わる人とか、別に何かしろとか言っとるわけじゃないですけど、なんか似たような感じかなっていう、現代版だったらそういう SNS も入っちゃうのかなっていう、ネットリンチみたいなね、うん、まあ、そういう話もありますけどね。まあ、なんていうんですかね、今だったら、うん、その、まあ、ネットがあるからその場にいる人たちが手段として例えば撮影するとか、うん、で警察まで届くとかっていうのが、うん、逆に今だからあることだから、うん、そういう人たちが表沙汰ではやらないとかっていう抑止にもなってるのかなとは思いますけど、うん、まあ、結局そこに居合わせてみないと自分がどんな動きをするのかってのはね、わかるや、もうケイスケの言う通りだと思うや、そうやって多分なんだろう、コメントとかでもそんな事件でその傍観者がみたいなこと言ってくる人とかもおると思うけど、う、実際そこの場におって、うんうん、それがやりたい気持ちはもちろんあるけど、うんうんうん、どうなのかなっていう、できるのかな自分がっていう、ところはすごい考えちゃう、この話を聞くと。うん、もちろん絶対通報するとか助けたいっていう気持ちはあるんですけど ね、 もちろんね、うんうん、すごいね、難しいなって思ったこの事件のこの話を喋るのは。なるほどね。そうですね。なんかそう、やっぱこの中で怖いのはやっぱそこかなって思いましたね。なるほどね、まあ、人コア的な部分があると思うね。まあでもそこに幽霊が出るって話はネットで検索するしたら出てきたってことだもんね。そうですね。でも実際本当そういう、まあ、事件、まあ実際あった事件って、まあ、伊藤さんは言ってますけど、それとに伴っての心霊事件っていうのもあるっていうね、ことだよね。なんか全然一緒じゃないですけど、豊橋のそのナンパスポット、木村さんが言ってた方、ゲーセンの映画館のっていう、そこもなんかちょっと心霊じゃないですけど、エイズメアリーみたいな噂ありましたよね。あ、そうなんだ、わかんないです、行ったことない、南西、
一回も行ったことないもんで。マジで信じてないですからね。木村さん。そんな噂があったんだ。はい。俺もその当時噂で聞いたことあるっていう。あ、そういう噂を、うん。その文化はもう廃れてましたけど、うんうん、その時にそういうことがあったんだよっていう怖い話みたいなので、うんうん、聞いたことはありますね。エイズの世界へようこそみたいなね、やつね、有名な話だ、有名な話のやつありましたね。あと何々ナンバー探せみたいな先輩からのやつとかチェーンメールみたいなのであるあるある来ましたよね。あったあった、うん、あそこもそうだし、なんか豊川のボーリング場とかもそうだし、へ、うんうん、それは知らないですね。当たり屋の集団が来てますあみたいな、それで、それって回覧版でリアルで回ったやつですよね。まあ、つまってきたりする、うんうん。それじゃないの？それじゃなくて、うん、なんかね、当たり屋じゃなくて、うん、そのなんか女の子がそういうことをされて、うんうん、その車探してますみたいな。なるほどね。うん、のとこ、やつとか回ってきたっすね。だいたい県外ナンバーだよね。だったかな。ちょっと覚えてないっす。はい。もうね、やっぱこういう事件が起きると、だいぶ、ね、うん、まあでも巻き込まれない保証はないんで、うんうん、やっぱその本人もそういう可能性があるってのを、うん、思いながら動かないといけないなっていう、うんうん、まあね、本当危うきに近づくからずですよ、うん、だってこの話その後も、うん、もう一回そこがナンパスポットになってて、なってるなってる、そうなんですよ ね、来てるじゃないですか、そんな事件があっても、うん、なくならないっていうことなんですよね、うんうん、うん、だからその自分がそういうことをされるっていう巻き込まれ方と、うんうんうん、傍観者になる巻き込まれ方っていうか、うんうん、ダブルのパターンで巻き込まれる可能性がね、そういうところにもあるなっていう、うんうんうん、本当ね、行かない方がいいですよ、そのとこは、本当そうっすね、心霊スポットと一緒です、行かない方がいいです間違いない、うん、なんで、まあ、皆さんも気をつけましょうっていう感じでしたね。まあ、注意喚起のお話にもなるのかなと。うんうん、そうですね。うん、うん、さあ、はい、続きまして、はい、うん、まあ、客引きの本当の裏側という、うん、もうやっぱり、ね、やっぱりなんかね、うん、まあ、お友達がね、うん、うんうんうん、うん、お友達の話ですもんね。そう、お友達の話なんですよ、ね、まあ、バーですからいろんな人が集まってきますからね。そう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 、うん、そういうところで聞いたお話ですから、うんうん、そうなんですよね。これも町ぐるみでっていう、うん、うん、でもこれはあることなのかなって思いましたね。全然ある、ありそう、うん、ありそう、本当ありそう、僕、うん、まあ飲食店で働いてて、うん、そこで仲いいお客さんとかいるんですけど、うん、まあ、そのとある3人組が、まあ、これトモ君も知ってる人なんですけど、が東京に遊び行ったんですって、うん、で歌舞伎町で遊んでて、女の子の店探してたけど入れなかったし、まあ、ちょっとその前にちょっと飲んでこうぜみたいなので歌舞伎町歩いてたら、うん、客引きの人に声かけられて、うん、で、あ、うちどうですかみたいな、でポッキリ4000円で大丈夫ですみたいな、うんうん、いやいや歌舞伎町で客引きとか怖いじゃんみたいなことを言って、うん、ぼったくりじゃないのみたいな、うん、って言って、あ、全然違いますようちはって言いながら入ったんですって、うん、そしたらお会計30万だったと、めちゃくちゃぼったくられたんですって、うん、っていう話を返ってきて俺らにしてて、うんうん、マジっすかとか言って、それめちゃくちゃバカじゃないですかとかで言って、うんうん、なんでそういうの騙されるんですかみたいなこと言ってて、その2ヶ月後ぐらいにまた東京行くってなって、うん、その人たち3人で、うん、で3人で東京行って歌舞伎町歩いてたんですって、うん、そしたら、キャッチに声かけられて、うん、どうですかうち4000円ポッキリなんですけどって言ったら、いやもう聞いてよって、うん、お兄さん、うん、僕、まあ、あそこのお店でぼったくられてさ30万円とかって言って、うんうん、だからお客引きのには行かないって言ったら、うち全然違いますとか言って、うん、本当にとか言って、ちょっと負けてよ、あ、じゃあ3000円でいいです、あ、じゃあ行くわって言って行って、お会計30万だったんですこれもう絶対もう、まあそうだね、登録されてて、あ、あいつらじゃねみたいな、おう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 、あいつだったらいけるんじゃねみたいな感じで目つけられてたのかなっていう、そう、うん、この話を聞いて、うん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 、その情報が全部もう筒抜けになってるから、うんうん、あいつらだっていう。俺ね、今思うとだよ、はい、今思うとなんですけど、うん、トシボーイズのイベントに行ったことがあるんですよ、はい、
何回か、はい、で映画館のイベントだったんですけど、うん、場所は、まあ、渋谷です。渋谷で、はい、はい、そこでまあイベント終わったから、うん、あのせっかくなんでトシボーイズのお二人とご飯食べましょうみたいな話になって、うん、温野菜行きますかみたいな、うん、しゃぶ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 の、うん、食べ放題、はい、うん、で温野菜行ったんすよ、うん、そしたら満席ですと、うん、ああそうかしゃぶしゃぶ食べたかったっすねってなって出た瞬間に客引きがしゃぶしゃぶありますよみたいな、うちの店しゃぶしゃぶ全然できますよ温野菜さんと同じぐらいですよみたいな、うん、でね確かねめっちゃ温野菜より安いんですよ、うん、2000何円かで食べ放題ですみたいなぐらいだったんですよ、うんうん、でもね、まあ、僕払ってないんで分かんないですけどその店行ったんですけど、うんうん、でなんかねスープも選べますって言っとったのに、うん、何にも聞かずに、うん、いきなりスープ出てきて、うんうん、1種類なんですよしかも、うん、で店員も外国の方なんですよ、うんうんうん、あれって思ってで出てって、まあ、僕らあのせっかくなんでご馳走しますよって言われて、うん、トシボーイさんにご馳走になったんですけど、うん、じゃいくらぐらいでしたって言って言ったら、うん、ちょっと高いなっていう4人だったんですけど、うんうん、あれ温野菜だったらそんなにしんぞっていうぐらいの高さだったんで、うん、まあもしかしたらぼったくりだったのかなっていう明るい居酒屋のなんか聞いてたその客引きの人に聞いてた値段と全然違ったっていう、そうなんだ。なんか聞いたことあるのはそのキャッチ料みたいなキャッチを通すとその料金がかかるみたいな、ね、うんうんうん、かかるみたいなね。それは本当にある、ね、うん、だからそれで上乗せみたいな、ね、まあ質も全然温野菜よりは低いんですよもちろん、うん、でもまあそれはそのキャッチに何円ですって聞いてうわ安いなって思ったんで、うん、あ確かにその安さだったらまあこんぐらいだよなって思ったんですけど、うんうんうん、にしてもっていうね、うんうん、怖いですよ本当。新宿とか歩いてるとめちゃくちゃ、ね、今はいないのかもしれないな。でも10年ぐらい前はいたよね。うん、うん、ケイスケと大阪行った時も客引きめちゃくちゃいたよね。めちゃくちゃいましたね、居酒屋のね、うんうん、まあ、そこに立ってるっていうことは、まあ、その人に人件費を払う、まあ、そうっすよね、っていうことですからね、うん、まあ、そこでまあぼったくりっていうか、なんかチャージ料とかさ、何料だ、サービス料なのか分かんないけどさ、まあ、取られるということは前提でね、行かないといけないですけど、あれってもうなんか法律でダメなんですよね、実際。ダメだったよね、ね、うんうん、でも最近豊橋の駅前にもいるじゃないですか、うん、いる、そうなんだ、うん、あれっていいのかなみたいな、ね、思う、あ、いるんだ、うんうん、当時僕が働いてたお店まだそのね、駅の、うん、駅の本当に真ん中というか、うん、にあった時はその入り口におったよね、3人ぐらいね、入り口におってうち入ってくる来ようとしてる子に声かけて連れてったりとか、うん、あ、そうなんだ、でうち満席、よく満席だったんで夜とか、うんうん、遅い時間だと、うん、入って出てった子たちに声かけて連れてったりとかっていうのをよくしてたんで、うん、そうなんだ、いたいた、緩いのかもね、うん、かもしれないですけどね、はあ、まあ、キャッチっていう名目じゃなくて、うん、まあ、どっかのお店に勤めてて、うん、そのお店の人が宣伝してるみたいな、うん、あ、うん、形みたいな、どうなんだろうね、うん、でもさ、なんか昔はさ、その体制を認めるわけじゃないけど、うん、昔はそういうさ、そういう裏の組織のさ、うん、人たちがさ、そこをね仕切って商売代みたいなみたいな、うんうん、それこそ見返し命令みたいな、うんうん、のである程度の秩序というかのが保たれてたけど、今ってどうなんすかね、そういうのって。どうなんすか ね。いや、もうそのある一角はもうスラム街ぐらい荒れてますよ、豊橋でも。え、そうなの、うん、怖、すごいすごい荒れてますよ。後で聞こう、うん、うん、まあ、つながこれはある話だろうなっていう、うん、全然 ね、どうですか、怖いもん。キャッチとかに声かけられたりとかした時ってどういう対応ですか、うん、あのやったことないけど、あ、今日車なんでって言えば、うん、もう誘われないよって聞いて、あ、なるほど、うん、あ、今日車で来てるんでちょっと、うん、基本無視っす、ね、俺もフル無視なんですよ、うん、なんか友達と飲み行って歩いてると僕はもう
どうですか、居酒屋どうですかみたいな声かけられても、もう本当に視野にも入れてないし何も聞こえてませんな感じで歩いていくんですよ、うん、だからその時はもうちょこっとついてきたりもするけど、なんか諦めるよね、そう、うん、ちょっと下打ちして去っていくみたいな感じのパターンなんですけど、うんうんうん、友達いると友達が、あ、もう店決まってますみたいな、うんうん、返事しちゃうと、どこですかみたいな、うんうん、でどこどこで、あそこより安くしますんでみたいな続くんで、はいはいはい、そう、なんか無視が一番なのかなとも思うんですけど、うん、昔同級生3人と福岡に行ったことがあって、うん、福岡の夜の街を歩いてたら、ちょっとギャルっぽい女の人がすごいキャッチで声かけてきてて、うんうん、まあ、僕は、まあ、なんていうんですか、あ、可愛い女の子だと思って見てたんですけど、うん、僕の前を歩いてた友達は古虫してバーって歩いてたんですよ、うん、だからそのキャッチの女の子が、うん、多分虫かよブースとか言って罵声浴びせてたんですよ。だから俺それは言われたくないなと思うから、うん、なんかちょうどいいやんわり断れるのを知りたいなと思ってたんですけど、うん、やっぱ車なんでは、うん、飲んでない人だったら使えるじゃないですか、うん、うん、そうだね、例えば2軒目の移動中でも声かけられるんで、ああ、そうそう、めちゃめちゃベロベロだったらね、車なんですとか、ダメだよね、ダメです、逆にやべえやつだって思われて、うん、誘われるかもしれない、そうそうそう逆にね、そうだって俺とケイスケと、あのケイスケの元友達と一回九州行ったことあるんですけど、うん、もうね、交代で運転してって1台を、うん、ノンストップで12時間かけてやっと長崎の地に着いたんですよ、はいはいはい、でもうその3人でしか喋ってないんですよ、その12時間、うん、むしろもうちょっと前から豊橋でご飯食べたりして行ってるんで、うんうん、でやっと、あ、なんか長崎着いたね、でもう夜の12時超えてるんですよ、うん、でももう全然繁華街もやってなくて、うん、あ、人がおったと思って近づいてったら、うん、お兄さんマッサージどうって言って、12時間ぶりっていうか、それ豊橋でも聞いたわ前の日にっていうあったあった、ね、やっと聞いた言葉それかと思って確かに運転で疲れとるけどっていうね。なるほどね、ガチのちゃんとしたマッサージ受けたいですっていう感じ、ね、本当そうですよね、あったあったあったなと思って、懐かしい。今お兄さんマッサージどうまだいるんですか？いますいます。あ、いるんだね。います。僕の友達は、その外国の方がそうやって言ってきて、うん、あ、大丈夫ですって言ってたら、うん、もうなんでよいいじゃないって言って、うん、3,000円って言いながら、うんうん、腕引っ張って変な建物の中に入れられそうになって、うん、じゃあもういいってって言って振りほどいたら、うん、その女の子がバーって倒れて、うん、そしたらその建物の中から公園、めちゃくちゃいかつい人出てきて、もう何しとるだみたいな、だからまあ、いやいやしつこかったからみたいな、そんな押したりとはしてないよみたいなこと言ったけど、すごい絡まれそうになって走って逃げたんですって。ああ、よかった。そう、いやもう結構強引だったよね、あれね。怖い、そんなの。3,000円で腕組んでくるんですよ。その夜の街は行かない方がいいよ、うん、1回も行ったことないですからねそういうところは。そうですよね、もう1回も行ったことないです。まあお酒飲まないですしね。そうなんですよ、うん、本当に怖いもん。いやマジで怖いです、うん、え、なんか痛そうじゃん。めちゃめちゃ嘘つきじゃないですかでもまあまあまあ、そういう夜の街行ったことないというか、木村さんと俺あのクラブで働いてたんで、レモン会行くときあったじゃないですか、うん、レモン会行くときあったよ。あれ結構そういうストリートの中に居酒屋さんがあって、そうだもんで、嫌だった嫌だったっすよね、あれね。俺だから、俺の代になってからはもう俺がスーパーで買ってくるわっつって、うんうん、もう行きに買ってましたね、うん、もうそれが一番いいっつって。いや、そうだよね、そんなとこバイトの子も行かせたくないし、本当そう、あれ嫌だったっすよね。嫌だった。僕も駅まで働いてた時、うん、駐車場があの通りだったんですよ、うん、ああ、そうだから、まあ毎日通るじゃないですか、うん、その時すごい声かけてこられるんですけど、うん、あ、どうもお疲れ様ですって言って帰ってくんですよ、うんうん、そうするとなんか、お、同業者か、お疲れっすみたいな感じでやめられるんですよ。なるほどね。そのでも毎日顔合わせるからっていうのがあるんですけど、なんかガーってき、あ、すみません、お疲れ様ですって言えば、うん、去ってくれんかなと思って。うん、いいかも。ね、良さそうですよね、うん。頑張ってくださいねとか言って。しかも俺らのあのレモン屋、うん、あの居酒屋通りじゃなくてピンク通りだったじゃないですか。うん、 そうだったね、それが余計嫌だったんですよね。うん、やだ。めちゃめちゃ声かけられる。忘れとったそんな。ね、うん。まだありますよ、多分あのフルーツ屋。そうなんだ。はあ。すごいな。あの豊橋でもそんななんで、うん、都会なんて言ったらもうもっとね、うん、怖い。
怖いですね。怖いよ、もう田舎に住んでる我々からしたらね、うん、とね、近寄らない方がいい。本当あれですね、注意喚起のお話。うん、いやそうですね、うん、こういうことは本当にあるということなんで、うん、皆さんも気をつけましょうと、うん、まあそのね対策思いつく方はコメント欄にどしどし、うんあうん、こうやって断ればいいですね、いつも私はこうやって断ってますよとか、うん、いいですね、うん、聞きたいですね、うんというもう、今回はね伊藤さんだけだったんですけど、うん、チャンネル怪談ケーズバーではね2人で伊藤さんと相馬さんの2人でやってるんで、うん、ぜひねその掛け合いも楽しんでいただければと思いますね、うん、詳細欄にねリンク貼っときますので、はい、ぜひとも行ってみてください。はい、伊藤さん今日はありがとうございました、ね、ありがとうございました。神って言ってくれたんで、そう言ってましたね。めっちゃ崇めてましたよ。本当に、はい、ありがとうございます。うん、なんか崇められるとこ何があるんだろうっていうぐらいの。いや、たくさんありますよ、ね。いや、そういう意味じゃなくてさ、なんか特に顔出しもしてないしさ。まあでもそのオカルトラジオっていうものを作りつつ、うん、さらに映像だったり、そのシステムを作ってるのはトモくんですから、うん、神ですよ。でもシステム作ったのは、俺とケイスケで、それをブラッシュアップしたのは木村さんですからね。うんうんうん、まあ神なんですよ。なんかありがとうございますっていう感じなんですけど、何かなっていうのも気になったっすね。もっと詳しく、うん、直接ね、うんうん、お話その40分ぐらい話してた。気持ちよくなる日だ。そう、まあまた怖い話がね、えぐい怖い話がまた仕入れたら、うん、またね来てほしいなって、ね、うん、はい、ぜひお願いします。お願いします。ということでありがとうございました。ありがとうございました。この話もし自分だったら、ありがとうございました。ではまた後ほど。